楽しかったです。めちゃめちゃ楽しかったです。いろんな場所で拍手してもらって、泣きそうになりました。吹奏楽大国日本。昭和20年代、日本は戦後の教育基本法見直しとともに、未来を作る若者の教育として情操と道徳心を培う教科外活動が盛んになりました。そんな中、感受性、協調性、思いやりといった道徳教育に優れた吹奏楽は日本の各地で盛んに取り組まれ、今やどの地域においても若い子どもたちが吹奏楽を楽しめる時代となりました。その吹奏楽活動が今大きな変化の時を迎えています。やはり働き方改革ということで、トータル平日もね2時間程度ですし、やっぱりいろんな制限かかるし、見通せないことが多くて不安を感じてるんだろうなっていうところはあります。日本吹奏楽指導者クリニック。このクリニックは日本の吹奏楽創成期より時代に合わせた吹奏楽指導を探求する日本最大のクリニックです。毎年全国から指導者が集い、技術やクラブ運営を学び、有名バンドの演奏を聴き、さらには指導者同士の交流によって志を確認し合える場として長く親しまれています。昨今、新型コロナウイルスであらゆる活動が停止し、ようやく社会が動き出した今、クリニック最大の課題は、環境が変化する中でいかに魅力ある吹奏楽活動を存続させるかにあります。おはようございます。この、クリニックにですね、参加した先生たちは膨大な数です。で、問題はその先生たちの後ろに子どもたちがたくさんいるということで、皆さんの力で、それから今日参加される先生方と協力してですね、素晴らしいその音楽の世界を実現させていこうというふうに僕は思ってますし、クリニック員も皆さん、そういう熱意でもって取り組んできています。みんなの力を合わせて何ができるかということを常に考えて前へ進んでいくべきだと。もう参加者目線で、皆さんがどういったものを求めていらっしゃるのかなというお気持ちになって、講座を進めたいと思います。アフターコロナに伴ってますます吹奏楽が発展していく、きっかけになるんじゃないかなというふうに思っております。いわゆる声なき声、普通はなかなか届かないような声というものをなるべく拾うことができればいいなと思って今回は臨んでおります。今辛いんですけど頑張ってやってほしいなと。楽しい中で指導できる、それはもう指導者次第なんですね。お仕事頑張っていただきたいなと思います。今や教育と密接に関わる吹奏楽、日本の未来を担う子どもたちのため、今大人は何をすべきか。指導者仲間と集い、自身のバンド活動を考えたいと、全国から指導者が浜松に集まりました。今年のオープニングコンサートを担当するのは、全国屈指のスクールバンド、東京都立片倉高等学校。新体制が始まったばかりのこの時期、メンバーにも緊張の色が見えます。はい、生徒が一生懸命やってきたものを、壊さないように一緒にやろうねっていうようなことですけどね。先生にとって吹奏楽の魅力って、音楽って言葉と違って人の心を傷つけないので、はい、だからそこがいいところだと思いますけど、人に誰も傷つかないっていうことがいいところだと思います。はい、本当にこんな体験をしたことが今までなくて、そのコロナ禍でいろいろ止まっちゃってた部分もあったので、すごい緊張するし、こんなに大きな会場でやるっていうこと自体がすごい緊張するんですけど、もっと吹奏楽をやってきた人が見てるっていうことが本当にもっと緊張します。本当に緊張しますちょっと緊張しますけど、練習してきたので頑張りたいなって思います。楽しみたいと思います。本当に怖いんですけど頑張りたいです。
第一に楽しんでやりたいです。全国の指導者が見守る中、若者らしい元気なパフォーマンスでコンサートがスタートしました。コンサートは大盛況。新型コロナウイルスの影響で発表の機会を失ってきた学生たちにとって今日の舞台はどんなものだったのでしょうか。緊張しました。めちゃめちゃ楽しかったです。とてもありがとうございます。なんかライブみたいな舞台ですごい楽しかったです。そっか。緊張しました。なんか野外みたいな感じであんま響かなかったんで緊張しました。緊張したんですけど、こういった機会をいただくことができてとても嬉しい。第53回を迎える日本吹奏楽指導者クリニックでは、国内有数のプレイヤーや指導者、作曲家による指導法講座に合わせ、現在の課題である働き方改革と向き合う講座が開かれ、集まった先生方は技術習得だけでなく自身の活動を考える時間を過ごしました。グループがいかに一つのまとまりになるか。バンドクリニック見どころの一つはスクールバンドによるコンサート。全国から集まった指導者たちは演奏を楽しみ、また同じ吹奏楽を育てる立場として子どもたちの舞台を応援の眼差しで見守ります。イブニングコンサートでは山形市立第六中学校が演奏。郷土の音楽を演奏するだけでなく、歌と踊りを取り入れたお楽しみのステージが行われ、観客席からは惜しみない拍手が送られました。お疲れ様でした。舞台が楽しかったです。楽しかったです。めっちゃとても楽しかったです。緊張したけど最初吹いたら温かいお客さんのおかげでと緊張せずに吹くことできました。いやもうみんなたくさんの人いるなって思いながら演奏しました。練習ではできなかったところでは今は結構できてるようになってきたので、おめでとうございます。この1回の終わりなんですけど、なんかもうオーラがやばいなみたいな。てか怖い先生とかなんかちょっと急いでちょっと圧がすごいっていうか。あ、緊張めっちゃしました。もう汗だらだらでやりました。こちらは生駒市立桜ヶ丘小学校ハーモニックバンドクラブ。本番を前に小学生とは思えない集中したリハーサルが行われます。心が整わないと、先生最近毎分整わないと舞台に乗れないわ。今ベーだけでいいから、ベーだけでいいから整えて。はい、はい、全員が心と体を整えて舞台に立つための準備が行われていました。では本番よろしくお願いします。よろしくお願いします。
緊張感のあるリハーサルから打って変わって、舞台は小学生らしいパフォーマンスでスタート。子供らしい元気さ、愛らしさと表情に観客も心を奪われます。続いては玉名女子高等学校吹奏楽部。こちらは吹奏楽コンクールなどのコンサートスタイルだけでなく、マーチングにも積極的に取り組み活躍する名門スクールバンド。じゃあよろしくお願いします。新体制の5月においては舞台で演奏する機会がまだまだ浅い中、こういった舞台を経て少しでも生徒と音楽を深めていきたいとのこと。クリニックの締めくくりとなるファイナルコンサートでは、演奏を担当した小学生や高校生の素晴らしい熱演とその活動に対し称賛の拍手が送られました。お客さんいっぱいいて、いろんな場所で拍手とかもらって、泣きそうになりました。人がいっぱいいてすごい緊張しました。緊張した？楽しかった？でも楽しかった。楽しかった楽しかった。怖かった。お客さんいっぱいいたもんね。緊張したんですけど、すごく楽しかったです。今まで見たことないぐらいのお客さんが来た。久しぶりにお客さんの前で演奏して、そのさあ頑張って急いで積み込むか。惜しかったんですけど、頑張らないといけないなって思います。大変なこともあったんですけど、自分ができないことをどうしっかり向き合って、最後に本番楽しむことができたので良かったです。楽しかったです。はい。1年生とかも入ってすぐで、なんかもう走り回ってる状況だったんですけど、ただやっぱり例年より3ヶ月早くね、こういうふうなこう、ね、大きなステージに立たせていただいたということは、これからもうちょっとね、音楽を深めていくことができるかなっていう、なんかそういう、ステージをいただいたので、これをまた次につなげていければなと思います。山
もあの涙が出るぐらい、なんか可愛すぎて、そしてうますぎて、とてもあの感動しました。本当に素晴らしいもう演奏で、もう涙が出ました。やっぱり子どもたちの夢をですね、あの音楽の夢を実現するために、やっぱり大人がこう汗かいて演奏の楽器の場所を提供していくことであったりとか、まあ、改めて今回のクリニックでまあそういうことを痛感させていただいたので、まあこれからそういう講師の指導も含めて、あのまた現場で頑張っていきたいなというふうに思いました。やっぱり目の前にはあの一生懸命楽器にひたむきに取り組む子たちがいるので、その子たちをこうつまんない思いをさせないように、とにかく笑顔が絶えないように、こちらから明るく声かけをするとか、我々教員がどこまでできるっていうのをしっかりと話した上で、あのできる限りのことを子どもたちと一緒にしていくっていうことが一番大事かなと思ってます。やっぱり子どもたちがその音楽を一生懸命やれる環境を作る、それがもう何よりも僕ら大人の役目だと思ってて、あの今頑張りたい子どもたちのためにいろんな環境を用意してあげるっていうのが、うん、一番大事かなと思ってます。あの苦しいことだっていろいろあると思うんですけどね、まあ、とにかくこう心が動くっていうことを子どもには体験させて、そういう環境を奪わないことが大事なんじゃないかなって思います。街で集めて一つの中学校のバンド、ヘタッピーでもいいから、例えば1ヶ月に1回みんなでやろうよとか、大人としてそういう場を提供することが大切なんじゃないかなと私は思ってます。時代に合わせて子供たちに今できることは何なのかって考えながらやることが前向きにつながるのかなと思って、なんかあの時はこれができなくなったできなくなったってこうネガティブに考えるよりはこうポジティブに考えていきたいなと思います。あの年代の子どもたちですから、いろいろ悩みも抱えるしトラブルもありますよね、まあ、そういった時にみんなでこうより良い方向になるように、頑張ろうってこう話ミーティングをしたり、そして人の気持ちを思いやったりとか、そういうことを、本当に学んでいくっていうか、でみんなで本当に前向きに動かないと物事はうまくいかないんだっていう、そういう経験をしていくと本当子どもたち優しくなりますし、自信も持ち始めますし、なんか1年生の時に不安でいっぱいに入ってきた子たちがなんか胸を張って卒業していくっていう姿を見ることができるのは吹奏楽ならではかななんて、なんかちょっと、まあ、運動部の子どもたちもそうでしょうけど、なんかこうやって大勢の人間でね、こう一つのものを作るっていう過程に本当にいろんなことがあるので、はい、そういう経験をさせられる場所じゃないかなってとても思います。はい、未来を担う10代の若者がこの時代に何を思い、どんな夢を持ってその未来を作るのか。これまで吹奏楽の活動は子どもたちの感性を磨き、集団活動の中で調和や思いやりといった協調性を育んできました。私たちはこれから変わりゆく世の中で、その時代に合った活動をどのように行い、いかにその意義を守るのか。今子どもたちのために大人ができることが問われる時かもしれません。曲を合わせたりと高め合って練習している時が一番楽しい。できなかったとこができたり、楽しんで吹けたりした時も、いろんな人と触れ合ったりできるから楽しいです。